こんにちは。チャッキー王子の実話会談。えー、僕は関西に住んでいた時があるんですね。映画専門学校なんですけども、え某、ー、ビジュアルアーツってやつですね。えー、そこで、えー、映画監督、シナリオライターを専攻してたんですが、プチ自慢としては同級生が、えー、そうですね、河瀬直美、あとウルフルズも同級生でした。はい。ということで、 え、その時に、えー、起こったことです。初めてですね、ハンディビデオカメラを購入しまして、えー、心霊スポットに友人と一緒に、それを録画ショートしていきました。相変わらずバカですね。えー、それが妙見山という、えー、関西では、すごく怖い山がありまして、そこの近くのトンネルがよく出るということで、僕はもう怖いもの知らず、とんがってたんで、 幽霊を録画したろうって思って、そのトンネルの、えー、坂道ですね、から録画を開始し始めました。そして車はゆっくりと、えー、坂の上にあるトンネルに向かって進みます。すると、あたりから霧が急に立ち込めまして、えー、なんと、あれですね、トンネルの中入って、 一分も経たないうちにオートマがエンストしたんですよ。オートマの車がエンストするってありえないんですが、止まっちゃったんですよ。僕はもう、もうプロ根性でカメラを回し続けてましたが、あたりからなんかブツ,ブツ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 声が聞こえるんですね。と思ったら、100メートルぐらい先のトンネル向こうから、軍服を着た、 軍人さんが思いっきりダッシュでこっち向かって走ってくるじゃないですか。僕と友人はうわーって叫んで、来るな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 って言ったんですが、それはボンネットにバーン乗って、でフロントガラスを這い上がって、なんとあの天井に登ってガリ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 って始めたんですよ。うわ、これはガーンって早くエンジンかけてくれ、エンジンかけてくれって言ったら、 なんとか奇跡的に、えー、エンジンかかったんですね。飛ば